皆さんこんばんは、MKです。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやら私は人間を捕まえてパンの材料にしている恐怖のパン工場に閉じ込められてしまったみたいです。 MKさんも店主に捕まったらパンの材料にされちゃうということで、なんとか捕まらないように脱出していきましょう。ていうか人間が材料になっているパンなんて絶対食べたくないよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。パンの見た目的には人間が入ってるようにはとても見えないんですけどね。お、パンのメニューが書いてありますが、一番下ヒューマン、人間ってことか。こんなの表記したら誰も買わないでしょうに。うわ、そして頭蓋骨を焼いてるぞ。やっぱり材料にしてんのか。店主は今のところいないので、もう一回も見つからないで脱出しちゃいましょうか。倉庫の中暗っ。本当にこっちで合ってます？何も周りが見えないんですけど。おっと、タップしてドアを開ける。なるほど、さっき右側にシャッターがあったので多分ここを押せば開くんだと思いますが、 OK、 開いてる。店主はいないよね。こっちの倉庫にもオッケー、いないな。今のうちに脱出しましょう。上に上がって通気口ってわけではないのか。もう MK さんロブロックスやりすぎてさ、通気口があったら入りたくなっちゃう。あー、なんで、え、あー、そういうことか。そこだけ網が張られてない落とし穴になってたんですね。そんなの初見じゃ絶対わからないよという話ではあるんですけども。はい、ジャンプ、ジャンプで、ここはじゃあ端っこを通れってことか。で、ギリギリジャンプ、オッケー。うわ、待って、全体的にさ、今回のステージ暗くない？ちょっと見づらいかもしれませんが、よろしくお願いします。深夜だからまあ工場も動いてないんでしょうね。うわ、ここも下に落ちたらすりつぶされちゃいそうですね。はい、落ちないようにしっかりジャンプしていく。今回もちょっとノーミスなんとか目指していければと思います。あー、びっくりした。スチームか。こことか入るわけではないんですね。うわ、これ大丈夫か。ほい、起きないっす。で、ほい、オッケー。根元の方が当たり判定が小さそうでしたからね。暗くないか？なんか暗くて全然足場が見えにくいから落ちちゃいそうなんですけど、でも今回 MK さんはもう一回もミスらずやりたいですからね。はい、足場が出てきました。時間制限がある可能性もありますので急いで進んでいきましょう。いきなり上からなんか落ちてくるとかやめてよ。そういうのはもうやられてもしょうがないっちゃしょうがないからね。で、さらにスイッチを押して、すげえ厳重な工場だな。なんだなんだ、暗いぞ。暗いってことは、なんかあるんだろう？うわ、迷路？うわ、なんだ、びっくりした。え、店主の声が聞こえる。多分どっかにいるぞ、店主。待って待って待って。どこだ？どこ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 ？暗くて全然見えないって。ちょっと待って待って。ゴールもどこだかわかんないし。うわ、店主来てる？うわ、来てる！後ろから店主来てるよね。うわ、来てる来てる来てる。やだ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 。やだ、こっちか、こっちか。なんとか、ここのコンベヤから脱出していこう。危な！なんだあいつ。え、今 MK さんを捕まえようとしてたんでしょうね。そしたら、うわ、そっちか。足場を作る必要がありそうだ。ここに脚立がありますが、脚立だけだと届かないかな。ちょっと待ってよ。はい、ここ置いて、脚立でジャンプ。届かない。あー、微妙に届かないかも。あー、無理ですね。だとしたら、もうちょっとでかい、こういう足場を先に置いといて、もう一個ぐらい置くか。はい、じゃあもう一個、この、コンテナかな？コンテナを置いて、で、この上に脚立。結構不安定ですけど、まあまあまあ、なんとかなるでしょう。ジャンプジャンプで、オッケー！登れた。そしたら、あ、ここか。あ、あー、なるほど。もう一個、なんか持って、あ、持ってこなくてもいける？ああ、よかった。本当はなんか段ボールか何かを持ってきて攻略するんでしょうけども、無理やり飛べましたので、このまま進んでしまいましょう。そして暗くないか？全体的に。っていうか、ああ、落ちちゃった。ああ、今のはちょっとじゃあ皆さん見なかったことにしてもらって。今のはちょっと見なかったことにしてもらって、ノーミスで、頑張っていきましょう。今のところノーミスですからね。皆さん見てませんよね？何も。オッケーオッケー。見てないということで、このままノーミスで進めさせていただきます。うわ、下トゲになってるぞ。暗くて見えないよ、本当に。はい、ジャンプでオッケー。で、さらにこちら開ける。通気口多いな。なんだ？これ急になんか出てくるとか、ほんとやめてよ。正面から店主がいた、とか、店主が走ってくるとか、そういうの、嫌だからね。よし、オッケー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 。うわ、今度はちょっと明るいかも。ここは？あ、
トイレか。こんにちは。店主はトイレをしてるわけではなさそう。あ、あったあったあった。じゃあこちら降りまして、地下、うわトイレ落ちてる便座が落ちてますけども、うわマグマだ、出たロブロックスあるある、通気口、マグマ、体内は今回出てきてないですね。まあ店主が一人しかいないんだったら食べられることはないのかな、どうなんでしょうか、いまいちわかりま、あ、ここヒビが入ってるってことは落ちるよね。こういうのたまにあるんですよ。はい、しっかりヒビのところジャンプしていく。骸骨、なんで骸骨があるの、パン屋さんに。ここパン工場だよね。あ、落ちちゃった落ちちゃった。いや、3回目まではセーフでしょ、だって初見だから3回目まではセーフよ。ということで、あと1回までミスってもいいという理論のもとお届けしたいと思いますけど、わー、マグマの玉が転がってくる。なんかこういうの何回かやったことあるけどな似たようなステージはね、 MK さんこれまでも何回もやってるので、こういうところは一発でいけちゃうんじゃないでしょうか。待て、これ大丈夫か、ちょっと遠くないか、ちょっと遠くないか、あぶねー、結構ギリだったぞ今。そしてここは短いですね。なんとかたどり着きました。この調子この調子で、うわ出た、これさスイッチ踏んじゃダメなやつなんですよ。なのでスイッチを踏まないようにしっかりジャンプして避けていく。オッケー、スイッチ踏むと左右のトゲがね、あのバーンってくるからね。そしたら、うわ登る系か、うわー下どうなってんだこれ。そしてちょっと明るいの助かる。危ない、今ちょっと危なかったよ。これ壁際に体くっつけてると変なジャンプをすることがあるので、しっかり、あー大きく飛んでいきましょう。危ないよ、これ落ちたらもう一発アウトですからね。さらに下の足場になんて絶対掴まれませんから。で、うわ暗い暗い暗い、オッケーオッケーオッケー。なんでこんな暗いのパン工場、節電ですか。あ、今度はこれ下からさ蒸気がブワーって出てきてアウトとか、そういうのやめてよ、初見殺しやめてよ。オッケー、大丈夫。で、上に上がっていきまして、これで脱出か？まだかな？うわー、まだだ。外に出る雰囲気だったんだけどな。なんだこの無機質な場所。物置ですか？パン工場にこんな広い物置いる？まあ、パンの材料とか普段たくさん置いてるんでしょうか。そしたら、うわ、なんだ？風が吹いてるよ。うわー、暗くない？ちょっとめちゃくちゃ暗い。全然見えないけど。え？待って、マジで見えない。これ、みんな見えてる？大丈夫？編集で MK さんが若干明るくしてるとは思うんですけど、にしても暗いって、オッケー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 。3回目まではセーフ。なんか今電気消えたね、一瞬。何？何？こういうチカチカしてる電灯が一番怖いわ。え？ドブ？入っていいの？これ。入るよ。はい。え？この奥？ちょ、真っ暗で何も見えないから怖いって。あ、足場あった。ちょっとマジでやだ。なんだ、そろそろ脱出じゃない？ああいうドブとかが出てきたら最後な気がしますが、明るーい。いきなり明るい。なんか安心。そして、うわ、出た。たまにあるよね、こういう乗るやつ。よし、じゃあちょっとこのフォークリフトに乗ってジャンプ。フォークリフトでジャンプってもう意味がわからないけどね、正直。フォークリフトはジャンプできません。どういうことですか。まあ車もジャンプできないんだけど。危ない、よし、いいよ。うわ、もう見たことあるぞこういうの。危ない、ブブブ、ジャンプジャンプで下に落ちないように進んでいこう。足場が変わったよ、変わって、もうジャンプジャンプで、待って、マジもうこっからノーミスでいきたい。でこう来て、なんだなんだなんだ、うわー狭っ。なんかやったことあるぞこういうの。MK さんこれやったことあるな、部分的に。ここのステージはやったことないけど。危ないよ、よし、オッケー。ふう、あの申し訳程度のパン工場要素やめて。今まで全然パン工場関係なかったんだから、なんで最後の最後申し訳程度にパン置いた。もうパン工場関係ないでしょ今回は。で、あ、外じゃない、外だこれ。あー見たことある、前ピザの店主だったかな、なんか見たことあるよこれ。多分さ、林の中を進んでたら、うわっ！店主が来るんだよね。どこ？どこ？店主、いた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 ！怖い怖い！暗い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 ！あ、走る速度は一緒だな。だったらなんとかなる。ちょっとちょちょちょ、カメラの大部分を店主が占めている。あ、やばい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 ！あ、追いつかれる追いつかれる！逃げた！あ、ここ！なんとか！
か。はい、ジャンプでオッケー。こっち来れないでしょう。オッケー、これで公園にたどり着いた。公園にたどり着けばセーフなのかは分かりませんが、脱出はすることができました。素晴らしい。なんか歩き方おかしくない？あれ？最初からこんな歩き方だった？ MK さん。どっからこんな変な歩き方になったんでしょうか？わかる方いたら教えてください。ということで今回はパン工場からの脱出やってきましたが、いかがでしたでしょうか？面白かったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。こんな歩き方だったっけ？